アクシデントに巻き込まれ飛び出し、ばばばばーンやっはらー、皆さん、こんにちは、みみんでーす。はい。今日は、とんでもなくアクシデントに、あの、はい、そんな感じです。今日はこちら日本ディックスのスパード変換ケーブルです。こうはい。こちらをレビューしていきたいと思います。ひもじいです。 大変だ。大変だ。大変だ。ええー、本日、木曜日夜二十一時半でございます。あ、時計忘れた。ああ。あーあの、うん、まあ、緊急だったんでね。うん 明日ね、台風が来て、宮城がさ、明日撮影再開でね、本当は今日まで休みだったんですけど、2.5日の休暇になってしまいましたね。でもまあ明日、一日休めるんでね。まあ、カツがあるみたいですけど。カツ。カツ何それカツ,カツって何って何私は手伝うんでしょうん。うん。でもそれ、 フルで言うとみ怒るから。怒らなるな気もあったんですよ。勘っちされるわ。<laughs> なんでそれ本当じゃんだって。いやいや、やめてよ。そっちの意味じゃなくて本当じゃん。だからとして今の世の中的にはあっちになるからやめてお,お父さんの仕事を手伝うってことは、父活じゃないですか。やめてください。い父活だよ。父活でもなんか全部言い分いのも、いろんな意味で違くなってな実の父活だからそうだけど。OK じゃん。OK じゃないですか。<laughs> ねえーね。 台風が来て明日撮影しても帰れなくなる可能性があるんで、え急遽前の日の夜に撮影をすることです。僕がそれはね、事前準備をちゃんとしていたからできる。素晴らしいよね、本当。なんかそこでもね、本当にね、見習おうと思った。すべ、うん、て,て,て前前倒しで何が起きてもいいように準備しておくっていう。ね、こういうことだなと思った。で後でや楽をする。うん、そうするとね、こうやって急遽な時も大。あ、休みよん。今日やっちゃう。ね。 聞いたもんできるねえー、っと日本ディックスのね皆さんねこれまだねいいや出てないのかなまああの公式 EC サイトは概要欄貼っときますけどみんな公式 EC サイト知らないので、えー、貼っとくんで売ってますけどすでにもう、えー、スパーダシリーズスパーダ使ったえー、ねこの間やりましたウォークマン,ン A306300 シリーズ これ 3.5mm の4極グランド分離ですよって言ったその専用のケーブルです。だからあの3.5分グランド分離で4.4で聞きたいっていうかこれ2.5も出てるんですけど、うん、3.5を2.5に変換するこれ4.4変換ね。3.53.54極から4.45極バランスへの変換ですけどバランスにはなりません。グランド分離されます。そのためのケーブルなんですが えー、それをですね、この、ウォークマンさんに刺し、あ、これね、そう。注意点が1個あります。純正のケースを付けていると。それケースといったんだ。刺さりません。刺さりません。あの、ジャックに余裕がないんで。なので、これを外します。で、3.5に。ここも4極になってますから。えー、これ刺します。変。 で使うんですがこちらはですね正式名称が長いです「日本ディックススパーダ 3.5mm4 極 OFC プラグ4 4ミリジャック変換ケーブル」といいまして日本ディックス製の 3.5mm グランド分離4極 OFC プラグを採用しておりましてケーブルもスパーダの PCCCC、えー、連続結晶高純度無酸素銅。 えー、ケーブルを採用してましてウォークマン A300 シリーズ専用です、まあ、他にもね3.54曲グランド分離のダップとかあればそれで使えますけども、えー、そんな感じで聞いていきたいと思いますが前回 A3 ね前回も聞いているリアケーブルに、えー、っとミヤビマーク2 i i にコレールあの音がどう変わるかという 感じですね、うん、宮見さんこの音はもう覚えてるんでねはいはいつけていただいてえー、4点リアケーブルなんで4.4何かこの時間にレビューが新鮮すぎて <laughs> 変な感じするバランスで聞いていこうと思うんでございますがはいえっと準備してなかったなここが <laughs> ここ準備してなかったのさすがにそこそこまではね。あ、してあった。あったんかーい。あ、してないな。これどうしよっかな。いつもと違う曲しかねえな、これ俺。違う ID で入ってんの、これ多分。まあ違うのでも。まあ。まあとりあえず、えー、っと、聞いていきます。はい。えー、Apple Music、Apple AAC で聞いていきますんで、えー、ボリュームいってくださいね。はい。 えー、ブラックピンクさんで、ラブシック i ー l ズ。ちょいちっちゃめ。もうちょっと。もうちょっと。うん。おー。なんか、ウォームになった。ウォーム。ウォームじゃない。ウォームって感じ。<laughs> でも走り掴みやすいし、ボーカルとオ、OK、ケが全体的にまるっとしてて聞きやすい。はい。えー、平井大さんで、スタンバイミー、スタンバイユー。うん。あとなんか力強さも感じる。音が前に出て強く。でもその強さも、このまるっとしてる音だからこそ、 うん。いいの。J-POP もぴったりです。はい。ちょっと待ってくださいね。<laughs> うーんとね、今ね、ワニマさんで共に。ああ、優しいバンドの音って感じになってて、まあ、聞き疲れしないよね。でもちゃんと出るとこ出,なんか出るから、 ドラムとかの音もすごいいい感じに出てるしはいえー、ホワイトスネークさんでスティル・オブ・ザ・ナイツあ流れない来い来いともにがバグってますね来た ああなんかバンドよりも迫力は感じるうん優しさは残りつつこっちの方がまだ迫力感じるな空間もね、まあ、感じやすいし余韻もいい感じだしああこれいいねはいええー、菅田将暉さ,さんで間違い探し あーもうこれはぴったりだよね絶対に合うと思ったあー男性ボーカルは合うね女性よりも男性の方が合いそうボーカルははい綾瀬さんで「夜撫でる目の」ああ打ち込み系すごいバランスいい。 いや、いいなぁ。いろんな音がね、生えててもまとまりもあって聞きやすい。はい。サマーウォーカーさんでカルマ。おー、いいね。ダンス曲系のね、こういったなんか雰囲気の曲も合うし、うん、合わない音はないね。あ、曲はないね。 はい、アニタ・ベーカーさんで U ブリング・ミー,ー・ジョイうんあいいねうん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 こういうやっぱ あったかみの音はぴったりだからオケとボーカルのバランスもいいし同じレベルで出てるから音がはい「ColdplayBTS」BTS、で「マイユニバース r ーうんいいねうんんか力強さを感じるなほんとどの曲にもはいでアリアナ・グランデさんで「ジャスト・ルック・アップ フあ <laughs> うんバラードぴったりバラードの瞬間なんか本領発揮してそうすごい濃密になった気がするし ああ、いいねー。はい。はい、感想をどうぞ。いや、すごいね、なんか、本当にね、バラードの本領発揮さがね、レベチだった。レベチです。レベチだった。あ、こっちの方が私はいいなって思って、その、バラード系で聴く方が、すごいぴったりだし、うん、いいなと思ったし、あのー、 なんか力強さもあって、そのなんか、でもバンドとかになると優しさ残ってるから、なんかまあ聞き遣いしない程度の強さとかあったりで、なんかその曲によっていいバランスで出してくるなっていう印象だった。うん、にゃお。えハッチがシータを、ハッチえー、ですかはい。えー、というわけで、 はい。というわけでカット入りましたけど、ちょっとハッチとシートが喧嘩しててうるさかったんで怒って引き離しに行ったので、僕のターンからです。はい、えー、まず音質行ってきます。えー、ハイ広域はですね、解像度が上がって、ウォークマンの、ウォークマンの優しい角の丸い広域のままなんですが、よりはっきりと細かいハイハットとか、SE 効果音がつかめるようになりました。で、シンバルの金属音も、 より聞き取りやすく自然になりました。で、ミッド中域は、ボーカルが若干明るくブライトになって、よりニュアンスがつかみやすくなりました。で、オケも空間が広がって、分離感が増して、厚みも少し増したという感じですね。ちょっと迫力が増えますね。で、ロー低域は、低域の量は変わらず、解像度が若干上がったことで、 ベースラインがつかみやすくなって、スパーダの特徴である明るく元気な定期になりました。で、音場音上は、もうグランド分離をして、で、スパーダの PCCC 洗剤になることで、ノーマルよりちょっと広くなります。で、空間も上下左右に一段階広がって伸びていく空間でした。で、サウンドの健康、健康だって、傾向は、<laughs> えっと、この変換ケーブルを 使って4.4のえバランスで聞くと、バランスにはなりませんよ。バランスの端子で聞くと、えー、っと、分離感が良くなって、空間が一回り大きくなって、明るく元気なサウンドになります。まあ、スパーダの特徴とグランド分離のいいとこ取りをしているサウンドになるかなという感じでございます。で、 まあ元の音の傾向は変えず音質を良くして解像度を上げて分離感も増して空間も広くなってブライトなサウンドになるのでまあこれはこの変換ケーブルを使う価値があるとは言えると思いますで普段4 4ミリを常用しててまあ常に使ってて3.5よりで4.4で 3.5mm ノーマル接続よりもいい音で聞きたいっていう人には最適な変換ケーブルだと。で、特にソニーの A300 シリーズを使ってて、グランド分離で4.4ミリバランスケーブルで聞きたいっていう人にはもう最適です。うんうん、ほ,ほぼ出てないんでね、ソニーとか他からしか。入手しづらいので、まあよく作ってくれたなって感じですが、 で、あとね、ピアノのアタック感とか音もブライトになって、金管楽器の音も一段明るくなって明瞭になる,る傾向がありました。で、空間が広くなるのはもう聞いてて気持ちいいので、僕は好きでした。で、まあ、うちの視聴者さんたちはスパーダ使ってる人たちがイヤホンケーブルの方ですね、多いんですが、スパーダが好きな人はもうそのまま3.5ミ、mm、リの端子をグランド分離して、 4.4で使いたい人には最適だと思うし、まあ2.5ミ、mm、リバージョンもあるので、まあバランス接続にはならないんですが、より良い音のグランド分離で手持ちのバランスイヤホンとかヘッドホンを聞きたい人には最適だと思いました。というわけで。はい、値段ですね。はい、まあ d i クさんなんでね。まあこのプラグ1個でも高いですからね。こっちとこっちですね。 まあプラグ1個1万円ですからねリックスさんはなんで、うん、言ってきますが、まあ、それでもお高くは頑張ったと思いますはいえー、日本ディックススパーダ 3.5mm4 極 OFC プラグから 4.4mm ジャック変換ケーブル日本ディックス公式 EC サイト価格で1万7050円ですうん、うん、1>, 1万円台にとどまっておりますうん、うん、頑張ってなんか2万はそうかと思ったしないんですね なの,で宮城の予想は2万3千円だった、うん、安かったですね。ねで多分そろそろ飯屋とかでも取り扱い開始するみたいなので<ー>まあこの動画出る頃飯屋も見てもらって飯屋、まあ、い,い,いなかったら公式 EC サイトで買えますのでそちらで買ってください、はい、というわけで聞いていきましょう宮西さんは「日本ディックススパーダ3 5ミリ4極 OFC プラグ4 4ミリジャック変換ケーブル」。 えー、17,050円です。買いますか買いませんか買いまーすなんでそう、ずっとそう。おなんか正直最初、なんかやスパーダの、前、まあ、前ケーブル消したじゃん。うん、そんな変わんないのかなみたいな。そんななんか私わかるかなみたいなとこもあったし、なんかどなんだろうなーってとこであ、なんかなんだけど、第一フェーズはね。うん、でもなんか、え、第にえ、なんか聞いた瞬間に、 俺なんかだんだんこんな音なかったよなとかやっぱ違ってくるなっていうのがあったし、うん、その自分が欲しいとこの音が自分の中では届いたからう,ん、うこれいいなってなっただからヘッドホンとかでさ、うん、繋いだみたいとかいいかなと思ったうんそんな感じあったえ <laughs> まあ <laughs> 今日振られてるんで負けてます何言ってるんです 僕はもう、ね、今日からおーかか、ね、旅に行ってますか。やめてください。ひもじ。はい。日,はい、日本ディックススパーダ変換ケーブルこちら売りますかありませんか。売ります。<laughs> まあこれはもうウォークマン A300 シリーズ使っていくにあたってとっても便利だし、まあ普段僕はねもう仕事以外は4.4ミリしか仕事はねスタジオ全部3.5ミリシングルエンドか6.3なんで4.4、えー、ミリしか使わないのでとても重宝するし音質も良くなるし。 まあこういういいケーブルはどんどんん出して欲してとでスパーダじゃだけでなくまあウィスタリアとかいろいろありますけど他のケーブルベースでも作ってほしいかなと思いました。はい、というわけでえー、ね多分これうちの視聴者さんは気になってた人結構いたので、うん、なのでやってみはおりますが気になってる方は是非これを参考に えー、まあインヤとかで視聴できるんだなったら視聴してもいいと思いますしまああとポタフェスとかヘッドホン祭りとかまたあればそういう展示会みたいなところで視聴してみるのも全然ありだと思いますのでいいと思ったら行っちゃってみてください、はい、というわけで私はドランスシ,シ,シはい。 いや結構ね音の変化は感じられやすいと思うので是非と皆さんにねチェックしてもらえたらなって思いますそんな感じで今日も終わりますありがとうございましたよかったらコメント高評価登録お願いしますじゃあね